えー、京都大学免疫5ゲー内科大学院の臨床免疫学教室の吉田恒康と申します。まあ、今はです、ね、臨床もやっておりますけれども、まあ、主にはです、ね、研究の方に携わっておりまして、えーまあ、おります。ただ、ああ今回です、ね、このようなテーマをいただいて、えー、内科の先生が多いというふうにお聞きしましたので、えー、日常診療ですねできるだけ役立つような内容を、まあ、症例と、 あとちょっとクイズ形式にしてですね、分かりやすくしていこうかなと思います、えー本日はこの。本日はこの4つのですね、交代についてやっていきたいなと思います。早速ですけどですね、皆さん、まあ、あの選択する、えー、ツールがないんですけれども、まあ、心の中でですね、これの中で,ですね、健常者でも見られる自己交代ってどれですかね。ちょっと数秒だけ考えましょうかね。はい。そうですね。 今日はですね、この、これがですね、もう問いが答えられるようになって帰っていただけたらなと思っています。まあ、逆にですね、もうこの時点で分かるような方っていうのは、も、ま、う、あ、本当に聞き流すくらいで、明るい気持ちで聞いていただけたらなと思っています。さてですね、えーまあ、自己抗体診療のおきて、まあ、抗原病診療じゃなくて、自己抗体診療のおきてというふうに、あえてですね、置かせていただいたんですけれども、私の中では、いくつかですね、あの自分で決めているおきてがあります。まずですね、自己抗体に陽性で確定診断しない。 これ非常に大事かなと思います。で、一方で、実行抗体の陰性で除外診断もしないですね。この2つはセットになっていいかなと思います。あとはですね、疑いなき実行抗体の提出をしないっていうのが大事かなと思います。で、もちろんですね、まあ、こういうふうなですねあの、ちゃんとした手順を踏まずに、まあ、軽い気持ち出して何か陽性になったときにですね、患者さんすごく怖がってしまうんですね。で、多くの場合はですね、こ,んなこの抗体が陽性なんですけど、どうですかネットで調べた